こんにちは、森本です。本日は DJ 解説動画となります。よろしくお願いします。本日ピックアップするアーティストはオスカー・モレロとなります。テクノ界のゴッドファーザーなんて異名を持つ、素晴らしい DJ となります。この方のですね、素晴らしいテクニックの中からですね、私がですね、簡単なもん解説をつけてですね、説明させていただき、それによってですね、DJ がどういうことをやっているのかっていうのをですね、少しでもこう分かっていただければいいかなと思い、こういった動画を作っております。また DJ 初心者の方がですね、見ていただければご自身のこうスキルにつながるような内容にもなっているかと思いますので、ぜひぜひ、参考にしていただければ幸いです。それでは、早速動画の方をご覧ください。解説スタートさせていただきます。はい、オスカー・モレロなんですけども、まあ、めちゃくちゃこう手数の多い DJ の一人ですね。手数っていうの多いっていうのは何かというと、まあ、レコード変えるのが早い人とかもうそういうのいるんですけど、どっちかというとこうちょっとこうディリックメインに近いですかね。 EQ ミキサーをですねこう触ってですね、自分で展開をどんどんつけていく、そういったアーティストですね。まあ、自分がもうその場でですねアレンジを曲にどんどん加えていって、その内容に合わせて、まあ、曲をどんどんこう変えていくっていうような人ですね。この動画結構ちょっと画像揺れるんですけど、わりかし手元がですねしっかり見れるので、すごくあの何やってるかって本当分かりやすい動画になってます。でこの動画のですね、元々の動画はですね概要欄にリンク貼っておきますので、そこからご覧いただくことができます。こちらですね、まあ、55分っていうちょっとこう短めの動画になっているので、あの繰り返し見やすいかなと思います。でこの解説はですね、その動画の、約20分過ぎたところからスタートしておりますので、まあ、私の声が邪魔だったけどちょっと気になる場所があるみたいな人は、まあ、ちょっと見返していただければ、そこから見ていただければ分かりやすいかと思います。これですね、ミキサーがですね、真ん中にあって左右に CDJ がこう4つ並んでいて、まあ、要は4台、同時に鳴らすことができるようなセッティングになっているんですけど、わりかしこのオスカーから見て、左の2台と右のミキサー横の1台、この3台を結構よく使ってますね、この動画では。今、ミキサーで立てていた左側をですねのロー、EQを切って右側のローを上げて、これでですね曲のローが入れ替わったって感じですね。曲の展開をどんどんつけていくときにすごく有効活用できるのがローのアクセントなんですね。でローのアクセントっていうと何かちょっと分かりづらいかもしれないですけど、曲のこうクラブミュージックって曲の輪郭がですね、実はローっていう低音域がかなり占めているんですね、輪郭を。で、やっぱりこう大音量で聴いて重低音が出ていることによってこうダンスを誘発するジャンルになるので、まあもちろんそのローのところに輪郭が来るっていうのはもう本当になんかこう理にかなっているんですけど、なのでこのローをですね入れ替えるタイミングとかによって、まあ、曲がこうガラッと変わった印象になるので、これをまあうまいこと使えば盛り上がりますし、これがうまいこと使えなかったら盛り下がってしまうっていうちょっとこう難しい、アイテムにはなるんですけども、でもそのローをですねこううまいこと使う方法をですねこのオスカーがですねしてるので、今ローを切ってる状態で見えましたか、縦フェーダー一番左の方をグッと上げて、で今ロー以外の EQ をですね徐々に上げて、次の曲をですねどんどんこう情報を入れてってます。でロー入れるっていう感じですね。でこうやってローをこう後かとこうブレイク後にドンと入れるときって、私こう新しい情報のローを入れてもグルーヴ感、輪郭がもう変わる、曲が変わったって感じはするんですけども、もうそのブレイクの時、要はそのローが鳴ってない時にいろんな音の情報がうわーっと入ってきたので、曲が変わってもですねそんなにこうグルーヴ感って下がらないんですよね。まあ、そういうところすごくうまいですね。なるほど、そうやるのかって感じですよね。
DJ 初心者の方ってなんかこう家でミックスしてるけどこれどうやったらかっこよくなるんだろう、盛り上がるんだろうとかっていうのをこういろいろ考えて曲順かなって考えたりとかする人もいると思うんですね。まあもちろん曲順っていうのはすごく重要なんですけども、ハウステクノ系に関しては曲順もすごい重要ですけど、どちらかというとこの EQ ですかね、ここめちゃくちゃ重要な場所かなと思います。もちろんその EQ だけじゃないので、もちろんその曲選曲の流れによっては曲順によってはもう全然あのミックステクニックというか、まあ、EQ 触るテクニックがもうほとんどなかったとしても盛り上がるのはもう間違いないです。ただやっぱりこう EQ を使えるとやっぱその即効性みたいなのがやっぱり出て、クラブでですねすごくあの盛り上げたい時に盛り上げられるんですけど、ただそれって、まあ、どうやったらいいのか多分最初は分かんないと思うんですよね。私もそうだったんですけど、本当にそれでですねいろんなクラブ行っていろんな DJ の手元見たりとか踊ったりとかして暗中模索でいろいろ探っていったんですけど、結構やっぱりそういうのって教えてくれる場所なかったので、やっぱりまあ苦労はしましたね。なのでこの動画をですね作ろうと思ったきっかけが、まあそういったものを僕がですねこうやっぱり自分の中にですねこう蓄えていったのをですねアウトプットしないのはちょっとこうもったいないかなと思って、もちろん僕以外でもクラブに遊びに行っててこういう理論とか分かってる人はいっぱいいるんですけども、まあ忙しいですし、そういう人も多分こういうのはしないと思うので、多分僕みたいな人しか多分しないと思うんですが、なのでまあこれをきっかけにですねこういう DJ カルチャーとかクラブカルチャーをですね楽しめるチャンネルが増えれば、もっともっとクラブカルチャーがですねこう大盛況して、もっと盛り上がっていろんなところでですねこうクラブミュージックが楽しめるようなそんな日本になればいいかなと思って、まあ、微力ながらちょっと頑張ろうかなと思ってこの動画作っておりますので、ぜひぜひ応援してください。うまいですね。こうやって何やってるかが最初はっきり分からなかったとしても、こうやって音がですねローがドーンって来たり、これ今ちょっとローないじゃないですか、でローが入ってきたりとかっていうこういう音をですね聞くっていうのもすごく重要です。実際オスカーがですねやってるプレイってめちゃくちゃこう高度なものなので、まあ初心者がですね最初からこう真似できるかって言ったらやっぱりできないんですよね。なのでただ最初はですねただこういうことがあるっていうことを知ってもらうっていうのがすごい重要ですね。だってまあ今僕東京にいるんで自分さえこうね電車に乗って出歩けば結構レベルの高い DJ 聞けたりしますが、やっぱり昔地方に住んでいた時はもう聞きたいと思ってももう新幹線乗らなきゃいけないようなそういうのってあるじゃないですか。なんですが、今こういう動画配信があるので、もうこういうのでですねもう可能な限り、まあ情報をですね収集するのをお勧めします。ちょっと背中で見えてないので何してるか分かんないと思うんですが、まあクラブとかって行ってみたいって興味を持ってこれ見てくださってる方とかは、このちょっと踊ってる人たちを見てください。このダンス下手くそですよね。これってテクノのすごくいいところで、要はカッコつけてないところがテクノのいいところかなと思います。まあカッコつけてないんですけどカッコつけてるみたいなところはやっぱりありますけど、まあそこも魅力かなと思います。こうやってローを切ってハイの音をどんどん上げていってこうやってローを入れるっていう、でも手が早すぎてこう何やってるかちょっとわかんないですけど、こうやってローを切ってもう一回入れるっていう、いいですね。やっぱりダンスミュージックってこうやってやっぱりローの音ってすごい重要なので、これがですねなくなるとみんななんか欲しくなるんですよね。ローの音が物足りない物足りないっていう風に、でそれをじらされてローが戻ってくると盛り上がるっていう、もうわりかし分かりやすいこう理論なんですけど、それって分かってて踊ってますし、それを利用されて踊らされてるって言っても、まあ、フロアの人って別に腹立ったりとかしないですよね。もうその理論でどんどんうまいこと攻めてくれればもうこっち側は
もう踊りますし、お酒も飲みますし、あの盛り上がるので、もう本当になんかこういう理論をですね、どん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 もう真っ向からついてきていただければ、あのフロアは盛り上がると思います。こうやってローを切ってでローを戻すっていう思いですね。まあ本当にこれの繰り返しなんですけど、これの繰り返しをですね、曲自体がこういう形になっているわけではなくて、EQ でこういう風にアレンジを加えていってるので、まあこういうプレイをしているのが DJ だっていう風にこう思っていただければ、あのクラブも知らない人もですね、なるほどって思っていただけると思います。いかがだったでしょうか。ということでですね、今回の動画は以上となります。ありがとうございます。またですね、新しい動画をですね、どんどんこれからもアップしていきたいと思いますので、また応援の方お願いいたします。チャンネル登録していただければ、新しい動画がアップした際にもですね、連絡が行くようになっておりますので、ぜひぜひ、チャンネル登録お願いいたします。それでは、ありがとうございました。